つかこの胸を貫かれても果たしたい約束があるから、幾千の夜に二人で紡いだ。さあということで、今回はいよいよねストーリーの方をやっていこうかなと思います。三つ結晶の森にね、行こうかなと思います。こっちかな？ルチェルさん、今日もいい天気ね。薬草をたくさん干さなきゃ。あ、本当だ、干してる。三つか。三つ蜂と三つ熊が大喧嘩してる。行くなら気をつけるんだよ。終わりました。気をつけます。さて、とりあえずは直進で良さそうですね。多分敵さんも出るのかな。出ますね。まあでもよっぽどなんとかなるかな。間違えた間違えた。逆ささん攻撃しようとしちゃった。今失礼しました。追い風でいけないものか。よーし、ありがとうございます。気持ちいいね、一発で仕留められると。旅のトカゲ。この先は蜜結晶の森だ。美味しい蜜に誘われた虫やら、その虫を餌にする獣やらが生息してるぜ。その中でもハニーポットってやつがちょっと変わり者で、ハニーポット傷ついたやつを見ると敵でも味方でもお構いなく蜜を施してくれるんだよ。そうすると体力は回復するんだが、しばらく体がベトベトになって敵に狙われやすくなるから気づくな。なるほど、みんな結晶の蜜が大好きなんだな。回復してくれるけど動きにくくなるのか。多分そんなところか。さあこんなところでも王様ドラゴンさんが見守ってくれてますね。さあ強ネズミ、強そう、強ネズミさんだ、あの強ネズミさんだ。ああ、追い風でいけるんだ。なるほどね。よし、普通に攻めちゃいましょう。よし、ありがとうございます。とりあえずは特に道はないよね。一本道だね。蜜で覆われたむせ返るほどの甘い香りが漂う森、甘い空気と固有の花に包まれたこの場所は、どこか浮かれた雰囲気で陽気な魔物が多く、誰もが楽しそうだ。独特の文化を持つ魔物たちが生活している場所、蜜結晶の森。へえ、逆さはジャグリングが得意なんだ。蜜結晶の森を進みながら雑談に花を咲かせる優と逆さ。私のナイフさばきは魔物の中でも一番だと評判なんですよ。私のトレードマークの入ったかっこいいナイフを使ってですね、王様や幹部の方たちに披露するんです。皆さんそれはもう大喜び。私もお偉い方々に顔を覚えてもらえて大喜びってわけです。シュシュッと逆さはナイフを投げるふりをしてみせます。トレードマーク入りのナイフ？わあ、かっこいい。私の剣にも私の顔のマーク入れようかな。
ユウは自分の剣をまじまじと見つめます。あれ？でも戦う時は石を投げてるよね。ナイフは使わないの？それがですね、少し前になくしてしまって、探しに行きたいと思ってるんですが、そこで逆さがハッと一つ目を大きく見開き、慌てて別の話を始めました。それはそうと、ユウさん、ここからだと三つ熊族の集落が近いですよ。先にそちらでお話を聞いてみませんか？あ、うんうん、そうだね、そうしよう。ユウは逆さの提案通り、まずは三つ熊族の集落へ行くことにしました。さあ、では三つ熊族の集落に向かっていきましょう。ここも敵さん出るのかな、どうなんだろうね。さてと、左から行こうかな。で、走れないので、そこそこの強さの敵さんが出るのかな。三橋族の門ですけど、鍵が変わってますね。まずは三熊族の集落へ向かって、森の奥から回り道するしかないかもですね。ってことはいけないのか、こっちは。わかりました。お、三つ玉ガエル。おお、一発だ。ありがとうございます。お、強い。俺たちが強くなりすぎてしまったな。お、さらに新種ですね。ハニーポット、お、あのハニーポットさんだ。ただ問題なく倒せそうですね。オッケーオッケー。ただあれかな、今ハニーポットさん単体だったから楽に倒せただけかもしんないな。いっぱい出てきてその中にいたりするとちょっと厄介かもしれないですね。とりあえず単体で出てきてくれてるうちはなんとかなりそう。よし、ありがとうございます。で、ここ上と右だよね。上から行こう。さあ、宝箱、妖精の実、ありがとうございます。で、こっちも行けるのか。まあ、単体ならいけるでしょう。よし、ありがとうございます。蜜が固まって壁みたいになってる。ってことはこっちはいけないから、一個下のところで右に進むって感じか。 OKOK。なんだかんだ一本道になってるのかな。よし、ありがとうございます。さあ、レベルアップどうすっかな。使っちゃいますか。いっぱい買ってるんで。さてと、これは下で良さそう。
お、ハニーポットさんだ。あのハニーポットさんだ。試しにさ、ちょっと待機してみる？ああ、普通の攻撃してくるか？どうしますか？ありがとうございます。お！ドロップしましたよ。妖精の実、ありがとうございます。さあここも一本道かな。で特別な仕掛けって書いてあった。何かありそう。さあ2体出てきましたよ。ここは追い風かな。さあお願いします。で、坂浅さんが防御で、お！そういう得意持ちか。優勝でございます。で、これかな？優勝でございます。王様だろうさん。な、何か落ちてる。石の剣を拾ったよ。おう！これは武器では？お、上がりますね。防御も上がるのがいいね。思いが強い石の剣。これも修行のうち。変えますか。やったー。おー、このパターン来ましたね。ハニーポットさん単体じゃないパターンが来てしまったよ。まあ、とりあえず、追い風かな。おお、いいね。強いね。もう一回行こうか。で、ゆうちゃんに倒させるか。坂瀬さんは防御します。よし、ありがとうございます。で次は上下か、上から行こうかな。しかしめちゃめちゃ雰囲気ありますよね。ここもマジか、ベトベトになった。攻撃の防御で。よーし、ありがとうございます。で、また次も追い風使えるね。で、上から行こう。で、仕掛けと宝箱かな。マジで坂瀬さんの追い風が安定するな。いいね。で、またガードしておけば、気力が溜まるので、使えると。よし、いいね。このサイクルいいね。さあ、宝箱、340シェル。ありがとうございます。で、ここも坂瀬さんいるからいけるよね。よし、お願いします。ありがとうございます。星屑で、ここも追い風で行こう。で攻撃防御
いいね、ほんと強い。このサイクルがいいサイクルが出来上がってくれた。でこっちかな、行きましょう。こんにちは。おお、その前に戦闘だ。さあ行こうぜ。で攻撃、で攻撃の防御。よし、ありがとうございます。おお、ナイスレベルアップ。いいねいいね。うん、いててて、ひどい目に遭いました。アリコイには気をつけてくださいね。ベトベトになってる敵を見るとすぐに舐めてきますからね。ダメージを食らうしヘロヘロになるし、いいことなしです。出てくるのかな、この先に。あー、意図しない形で逃げてしまった。今なんか勝手に左に入力されて押してしまった。で、行商人さんがいるね。こんにちは。とりあえず鉄の鍋を買って。で、癒しの実をストックして。毒キノコどうしよう。まあでもいいか。とりあえずいいか。ありがとうございます。で、鍋買いましょう。身軽な衣。素早さ上がるけど防御は下がっちゃうか。こっちかな。まあ、素早さならね、サカスさんがいるんで追い風でカバーできるかなって思うんで、攻撃と防御を上げていこう。ゆうちゃんはさあ走れるようになりましたよ。おや、ミツクマ族の方ですかね。こんにちは。ミツハチたちが言うには、ミスの貯蔵庫を壊したのは僕たちミツクマだって言うんだ。全く失礼しちゃうよね。こんにちは。ここには美味しい蜂蜜がいっぱいあるから、たくさん食べていくといいよ。ありがとうございます。今はミツハチ族と喧嘩してるから、ミツクマ族の集落から出たらダメって言われてるんだ。つまんないの。オサに用事があるの。いいよ、呼んでくるね。お願いします。のしのしと、ミツクマ族のオサが出てきて言いました。ミツハチ族？なんでミツハチ族の話なんか聞きたいの？あんな奴らの話なんかしたくないよ。カンカンに怒っているミツクマ族のオサ、これでは話を聞いてもらえそうにありません。まあまあとなだめる逆さ、その後言葉巧みに話を引き出していきます。僕らとミツハチ族は今までずっと仲良く共存してきたんだ。ミツハチ族は森から蜜を集めて蜂蜜を作るでしょ。でもこの森に住む魔物はみんな蜂蜜が大好きだから、凶暴な魔物に狙われちゃうんですね。そうそう。で、いつからか僕たちが蜂蜜を守ってあげるようになって、代わりにミツハチ族は僕らに蜂蜜を分けてくれるようになったんだ。ふむふむと、ユウは真剣な表情で話を聞いています。でも仲が悪くなっちゃったんだよね。どうして？
それは三つ熊族の長の説明によると、三つ八族の集落には三つ八族が管理する蜂蜜の貯蔵庫があるという。ここ最近その蜂蜜の貯蔵庫が荒らされる事件が何度か起きている。三つ八族はなぜかその犯人は三つ熊族だと思い込んで、お前たちとは絶交だ、蜂蜜を分ける約束も取り消しにすると言ってきた。だけど三つ熊族はそんなことをやっていない。犯人だと決めつけられた三つ熊たちは怒り、こちらこそ絶交だ、二度と三つ八族の護衛なんかするもんかと言い返します。そんなわけで対立は深まる一方だと三つ熊族の長は言いました。なるほど、ユウは考え込みます。三つ八族にとって蜂蜜は命と同じくらい大切なものですからね。荒らされたとあっては怒るのも無理はありません。うんうんと逆さは腕を組みながらうなずきます。でもどうしてミツハチたちはミツクマたちが犯人だと思ったのかな。それは。逆さはぎくりと肩を震わせます。ミツクマたちはやってないって言ってるし、ミツハチたちの勘違いかもしれないよ。そうですね。逆さは何やら歯切れの悪い返事をします。そうだ、ミツハチたちの話も聞きに行こうよ。何かわかるかも。いいアイデアです。ぜひ行きましょう。ん？どうしたの、坂さん。なんか変だよ。なんでもありません。君たち、ミツハチのところへ行くの？だったらこれを持って行きなよ。そう言いながら、ミツクマ族の長が、ユウに甘い香りのする箱を手渡します。いい匂い。これ何？蜜から作った香り箱だよ。気持ちをリラックスさせる効果があるんだ。ミツハチ族が怒ってて話を聞いてくれない時に使ってみるといいよ。ユウはミツクマ族の長から箱を受け取り、今度はミツハチ族の集落を目指して出発します。さあ、ということでお次はミツハチ族の集落へ向かうということなんですが、サガスさんが思いのほか分かりやすい反応をするというか、なんというかですよね。で、普通にこの先に進んでいけばいいのか。で、結構あるね。ベベ、ミツハチ族と遊んじゃダメって言うんだもんな。これじゃブルンと遊べないよ。友達がいるのかな、おベベには。まあ、それがここまで戻って左に行くのかな。そういう道があったよね。ブルンと遊べないとつまらないわ。早く喧嘩が終わればいいのに。タルール、すごいな、ブルンさん。バッカス、こんにちは、お嬢さん。ハニーパンケーキ気になる。さあ、ではとりあえずこの先から行きましょうか。なんか塞がれてるみたいな感じだっけ、どうだっけ。まあ、とにもかくにも行けるところからどんどん行きましょう。おお、アリクイさんだ。
噂のアメちゃんみたいなやつ持ってる、チュッパチャップスみたいな。動画のご視聴ありがとうございます。ちょっとでもいいと思っていただけましたら、チャンネル登録、高評価、コメントをしていただけますと嬉しいです。また Twitter、Instagram などもやっております。こちらのフォローもぜひよろしくお願いいたします。動画概要欄にございます。そして他のシリーズもおすすめなので、画面に表示されていると思いますので、こちらもチェックしてみてください。